幼少人氏または幼生党は中国の作家、ジャーナリスト、教育家、政治家。政党は元地であり、後に筆名としても使った。他にも多くの筆名を使用した。幼少人氏は蘇州に生まれた。中学卒業後は小学校教師の職に就いたり、文語の小説を書いたりしていた。1915年から、 上海の商務印書館付属の小学校である、直高学校で国文を教え、かつ小学校の教科書を編集した。1923年には、商務印書館の編集家として働いた。坊順、修作人、テーブリタクラの文学研究会の発起人の一人で、あった。1930年代には、解明書店に移った。解明書店の雑誌、 中学生の編集長となり、また、13教作員を出版した。日中戦争中は、解明書店とともに、四川省に移り、同じく、四川省に移転していた武漢大学中文系の教授の職に就いた。戦後は、解明書店とともに、上海に戻った。中華人民共和国が成立すると教育部、副部長などの職に就き、 また人民教育出版社の社長を務めた。中国民主促進会の党員であり、1979年より副主席、1984年より主席の任にあった。文学者としては、長編小説、芸館の初期の児童文学集である闘争人などが知られる。芸館のに、竹内義美の翻訳、小学教師があるほか、いくつかの短編小説、 自動文学が戦前から日本語に翻訳されている。教育者としては54運動の頃から児童の作文教育に関する論を発表し、原文一致を推進したほか、自ら国語教科書を編纂した。雑誌、中学生に連載した文心は理想的な国語教育のあり方を示したものである。 洋商人氏は中華人民共和国の言語関係の政策を指導する立場にあり、両淑章、首都区広氏に御報酬事項はの連載を進めたのは洋商人氏と補強僕であった。また、儀健康に進化時点を編纂するように指示し、その初版は洋商人氏の人民教育出版社から出版された。ありがとうございます。